本誌が新型コロナウイルス感染症を初めて報じたのは1月初めの国際面だった。中国湖北省武漢市で原因不明のウイルス性肺炎の発症が相次ぎ、香港や台湾が水際の検疫強化など厳戒態勢を取り始めたとの一報である。ほどなく国内初の症例が神奈川県で確認され、2月には横浜港に停泊したクルーズ船で集団感染が起きた。春先に感染の第一波が襲来すると、小中高校の一斉休校、東京五輪パラリンピックの延期、緊急事態宣言の発令と続き、人々は恐怖と隣り合わせの日々を送った。新型コロナに翻弄された1年が終わろうとしている。第3波の拡大は県内でも止まっておらず、累計感染者は400人に迫る勢いである。その中にあって、感染者集団が発生した酒田市の病院が収束を宣言し、年明けから外来診療を再開するという明るい知らせもあった。専門家は年末年始を静かに過ごすよう呼びかけている。楽しみにしていた帰省を諦めた人も多かろうが、今回ばかりは仕方あるまい。今宵は休みを返上してウイルスと戦う医療関係者に思いを馳せ、感染収束の日が一時も早く訪れるよう、除夜の鐘に願いを込めたい。